じゃーん、こんにちは。今日は、ゲットレディーウィズミを久々撮りたいと思いまーす。でも、何時かと言いますと、5時前です。家の片付けをしてて、最近ロケとかでね、キャリーバッグとか荷物がすごくて、それがたまりにたまってたんですけど、あれか、とりあえずスタートしちゃおう、先に。スタート!で今日は、かわいいかわいいブルーミーの3人組の子たちとご飯に行くので、楽しみ。ってことで、今日は掃除してて、シャワー浴びて、パック中ってことです。でね、髪色暗くして、エクステ一旦取ったんですよ。ちょっと次のエクステをつけとかないといけない仕事まで。だから、ミディアムロング風になってるので、まあそれも見どころかなと思います。ねぐちゃん。それでは、ちょっとパック取っていきたいと思います。お気づきでしょうか?クリオンしんちゃんですけど、今日はね、ファンのね、方からね、いただいたね、ディオールのね、シャドウがめっちゃいいって言ってたじゃん。あれも使ってメイクしていこうと思います。サイン会の時にいただいて、同じ色買ったんですけどって、そのファンの方が、使い方がわからないんでメイク動画でもしよかったら使ってくださいって言われたの見てくれてるかなってことで、メイクしていきます。新しいロージーローザのクッションを下ろしました。クッションじゃないよ、スポンジ。スポンジ弾くな、やっぱ。最初だから。最近ね、お誕生日祝い続きだったんですけど、ありがたいことに。それでね、化粧落とさず寝ることが、うん、かわいいねーぐー。何それ?これ何?化粧落とさず寝てしまったことがあって、さっきミルクタッチのパックしてました。肌生き返った。下地はまずこれ。レブロンのトーンアップクリーム使っていきます。最近お気に入りっていうか、結構使ってるよね私、メイク動画で。今日は雑談多めの Get Ready With Me でしたいと思います。これぐらいで、で、今日もちゃんとこのシャネル使っていきます。レースカラー、これをこの目の下の部分、ハイライト仕込みたい部分ね、に入れていく。ブルーミーの3人の子たちがね、ご飯行きましょうって誘ってくれて、でもなかなか私ロケとか行ってて、最近スケジュールが合わなくて、やっと今日になったっていう。お店もね、なんか予約してくれたの。年下の子たちにやらしちゃって申し訳ないなって思いつつ、26歳はそちらに向かいます。で、クッションハンデ、これエスポア BE グロークッションです。手に塗った感じは、あれ?セミマットってぐらいサラサラしてるんだけど、肌にのした感じはツヤ系になります。まあでもそんなにベタベタしてないから、マスク時代にもね、ぴったりだよこれ。マスクしててもよれなかったです。で、誕生日にさ、友達がね、めちゃくちゃ可愛い飾り付けしてくれて、部屋入った瞬間アレン様が大量にいたの。びっくりしちゃって、興奮して、それをね、インスタとね、ツイッターにあげたらね、アレン様がね、インスタにコメントしてくださった。多分、クリマの方たちは多分知らせてくれたのかな。嬉しかったなぁ。こんな気持ちになるんだって思った。こんな幸せな、ハッピーになれるんだなって思ったら、もっとファンの方とかにも、YouTube でコメント返しとかいっぱいしたいなってなおさら思ったね。私のファンの皆さんも、私がコメント返しとかしたら、ハッピーになってくれるのかな。鼻のところがね、やっぱりね、スキンケアをサボっちゃうとこういうことになるんですよ。何度塗り上げてもボロつき上げてくるという。なるとね。だからもっとファンの人方がたくさんコメントしてくださったら、みんなに返したいなっていう気持ちがすごい山々になりました。はい、ということで、クッションハンデ塗っていきました。ちょっと首の差があるように見えるんだけど、これ光の加減だから、全然実際見たらそんな差がありません。ご了承ください。で、イニスプリー。これは普通に筆で塗っていきます。よれる部分、口元とか鼻の部分にもちょっとだけこう仕込んでおきます。で、次はシェーディングからいきたいと思います。トゥークールフォースクール。エクステ外したらこれぐらい長さになって、すごくない?めちゃくちゃ伸びたよね。アイメイク、じゃじゃーん。こちらがファンの方にもらったディオールでーす。739番。ハウスオブドリームズ。めちゃくちゃ使いやすいの。めっちゃ可愛くない?
わざわざサイン会にまで来ていただいたのにプレゼントまで持ってきてくださった。これで最初この色をアイホール全体的に塗ります。この動画見てくれてたらいいな。いろんな方がプレゼントと手紙を持ってきてくださって、会いに来てくれるだけで嬉しいのにと思ってちゃんと手紙も全部読みました。ありがとうございます。本当にこんな感じに塗りました。自然な感じで、これ1対1ぐらいの割合で手幅にもしていきます。これインスタのあの方にいただいたシャドウを使いましたって言って、カーキの服着てる時、この写真のメイクと全く今日は一緒でございます。あ、でもクッションハンデは違うわ。クッションハンデはあの時エスポワじゃなかったけど、アイメイクとかは全部一緒。皆さんぜひ参考にしてください。本当にね、このシャドウの秋感も冬感も出るし、超大人っぽくしてくれるんだよね。わかる？めっちゃ可愛くない？こういう感じで塗りました。目がもうこれだけでも超でかくなったよね。色味がめっちゃ可愛いのよ。で、とりあえず先にライン引きます。シャネル、先にちょっと眉毛を描きますね。ディオール使うかな今日。ディオールで最初にこのこれビスリセ使います。もうちょっとね、髪色が色落ちしたぐらいが合うんだけど、今本当に染めたてなので、なんなら昨日染めたからちょっとね暗みがあって、まあでもまあまあまあいい。この真ん中の色ねとりあえず描きました。で、ディオールで穴が開いてるとこ埋めていきます。このディオールめっちゃ可愛いんだよね、色味。ブロースタイラー、アイブロウペンシルクッシュね、グーもね、来なくていいよ、大丈夫だよ。今の顔、お化け屋敷の時並みになんかすごくなってたんじゃない、多分。で、マイマスカラ、コージードリリンク、01番。これもピンクのマイマスカラをめちゃくちゃ探してて、これがちょっと私の探してたピンク色と一番近かったんだよね。これで眉頭立てします。こんな感じです。伝わる？この。まあ、自然ね、あくまでも。次は、そう。めちゃくちゃツヤツヤしたっていうポイント。この真ん中の、これめちゃくちゃ使えます。でも塗るとき気をつけてほしいのが、一回ティッシュにパンってオフした方がいいです。ちょん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 って塗るのが私的におすすめ。じゃないと、一回でやっちゃうと結構ついちゃうので、同じ場所に。この眉毛の下に仕込むことによってツヤンツヤンツヤンってした時のツヤがめっちゃ綺麗。フラッシュで焚いてノーマルカメラで撮った時も超可愛い。このツヤ、ここ可愛いよね、これ。で、マスカラじゃん、マスカラ。今日はクリアレンズを入れております。カラーコンタクトは入れてません。これでまつげをしっかり洗います。シャドウが大人っぽくて綺麗な色味だから、カラコン入れないラガーとかの方が大人っぽいかもしれない。マスカラはこれミルクタッチ使いました。で、次下のラインマックのコンシーラーでベースを描いていきます。私雑談多めって言ったけど、もうなくなった。雑談多めって言ったけど、めちゃくちゃ真剣に雑談せずにメイクの説明してた。で、ディオールの薄いブラウンを涙袋に重ねていきます。ハロウィンコスプレした人いるの？私友達がイカゲームのコスプレ用意してくれてた。イカゲームのジャージ着てめちゃくちゃ楽。あれ私服に普通に使いたいもんな。ハイライト塗ります。ディオールクチュールルミナイザーだって、フェイスパウダー。先に鼻のシェーディングしていきます。ハイライトをこの鼻の横と鼻のてっぺんに入れます。あと下やっていきましょう。まずディオールのこの暗い部分でアンダーライン描きます。目尻あんまり描かなくていいかな。目尻後でね、キャンメイクの
赤色に入れるんで、目頭から目尻いかないぐらいまで入れていきます。こんな感じで、目尻部分にこのキャンメイク、クリーミータッチライナー04番で、後でぼかすから、こうやって適当にアンダーラインに引きます。で、さっきのブラシでぼかす。斜めにしてる。わかるこれ。こんな感じ。囲みラインっていうの、こういうの。あとは、もう、仕込みでこれ入れとくの忘れてた。トゥベイスドのグランピングのリップ、これ入れとくの忘れてた。で、マックのブルネット、唇のはい、そしてチークじゃん、チークチーク、これキャンメイクの17番、ちょっともうコーラルブラウン寄りだよね。コーラルピンクブラウン。眉頭立たせるためにメイベリンの BG1 番バーガンディ色で、目と目の間をすぼめます。眉毛で、私みたいに目が離れてる方はちょっと目が近づいて見えるという錯覚を起こしております。リップどうしよう。リップは62番、っていく。でさ、こんな感じで、最近これもハマってるんだよね。ディオールのリップグローオイル015番。これはね、まあ、出先とかでちょっとふっくらさせたいなって、最後の仕上げみたいな感じです。それではメイクが終わったので髪をやっていきたいと思います。じゃじゃーん、着替えてきました。こんな感じでーす。黒髪でしょ、長いよね、伸びたよね。黒髪でもこんな感じでメイク全然合います、ピンクの。ってことで、そろそろ時間がやばいのでちょっと行ってきたいと思います。バイバイ。この動画が良かったら高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。うん、OK、 バイバイ。